気になる部位がなかなか変わらん。朝からお腹が張った状態。食後はお腹が出やすいし、スマホ見ながら気づいたらこんな姿勢。背筋がピンと伸びた人、周りに一人ぐらいいませんか？やっぱりあんまり太ってないですよね。40代になるとどうしても姿勢が崩れやすかったり、前の週の不摂生が翌週に来てしまって、やはり体がむくんだり、老廃物が溜まったり、2、3日お腹が出た状態、便通が悪くなる、そういった原因がどんどん増えていきます。そこを改善するためにはやはり姿勢を正す必要があるんです。一番は反り腰の改善です。腹筋やプランクやる人多いと思いますが、やはりきついですよね。今回はデッドウォーク、いわゆる使われてない筋肉を使うことができるメニューになります。スマホ持って立ったままできますので、一緒に使われない筋肉を動かしてひねって伸ばして復活させましょう。どの動きもシンプルです。足は肩幅、片足かかと、片足つま先立ちです。これで膝を伸ばしたまま足を入れ替えていきます。いきましょう、スタート。ポイントは膝が曲がらないようにバランスを取りながら足を入れ替えていきます。そうすることで骨盤の位置が正しい位置分かってきます。ほとんどの方が骨盤の位置が前にあったり後ろにあったりします。ちょうど真ん中にある人は珍しいです。ですが真ん中にあると姿勢が正しい証拠です。体幹部が安定してないとなかなか足首のまっすぐ上には骨盤がありません。これでまず正しい位置を作っていきます。リラックスしてマイペースでいいです。この後もこのような簡単なメニューなので最後までやってみましょう。はい、 OK。 同じ足の幅で片方だけ膝を曲げます。これで体を左右に振ります。途中で足を入れ替えて振ります。行きましょう、スタート。片足膝伸ばして片足膝曲げます。体を振りながら足を入れ替えます。腰の筋肉が硬くなってしまうと骨の力が強くなるので、そうなると反り腰になっていきます。筋肉はまっすぐ引っ張るように冷えて引っ張った方が伸びるので、このようにね、体を回して引っ張っていきましょう。片方膝を曲げることで腰をね、丸めることができます。自分の腰が前にあったり後ろにあったりすると両膝伸ばすと偏ってしまうので、片方膝を曲げて正しい位置を作った状態で今腰をひねってます。はい、 OK です。次は足を閉じます。片足持ち上げると反対の足少し曲がると思います。曲がらないように伸ばしてください。膝伸ばして足を上げる、入れ替えます。もし曲がったら伸ばしてください。水平まで頑張ってあげましょう、スタート。ゆっくり足を入れ替えます。もし膝が曲がったら伸ばしましょう。上げて曲がったら伸ばします。伸ばしたままできる人は普通に足を入れ替えて、しっかり膝を伸ばしていきましょう。そうすることでこの足を上げている時の骨盤の位置っていうのが反り腰が解消されている位置です。膝が曲がると前傾してます。足を伸ばして立ちます。この今の膝曲げて足の向いている位置が正しい位置です。しっかり膝が伸びて片方膝が曲がっている時、お腹引っ込んでませんか？この姿勢を立った時に作れるようにします。膝が曲がっているとやっぱりお腹が出てしまうので、膝伸ばして足の上げ下げ、はい、 OK。もう一度足を開きます。今度はお尻を後ろに出してしゃがみます。今度は前に出してしゃがみます。骨
骨盤の前傾後傾が分かってきます。マイペースでいいです。いきましょう。スタート。お尻を出してしゃがむ、前に出して少し膝を曲げる。膝を曲げる角度は少しでもいいです。骨盤を前傾後傾っていうふうに繰り返していきます。おへそを下向ける、おへそを上向けて膝を曲げる、腰を反る、腰を丸める、反る、丸める。よく四つん這いでね、腰を丸めたり反ったりする動きを立ってリアルにやってる感じです。これで骨盤がね、立つ感覚分かってきます。はい、OK です。少し膝曲げたままで骨盤を起こす、寝かすっていうことを繰り返していきましょう。今やったスクワットをスクワットなしでやってるイメージです。いきましょう。スタート。少し膝曲げた状態でクッ、キュッと動かします。反る、丸める、ゆっくりと繰り返していきます。お腹を引っ込める、伸ばす、引っ込める、伸ばす、ちょっと繰り返します。慣れてくると膝を伸ばして骨盤だけを動かす感じでやってみてください。もし難しいよっていう人はちょっとつま先を開き目にすると起こしやすくなります。これで少し膝曲げるとしっかりね、股関節前に突き出すイメージ、グッグッとやりやすくなります。慣れてくると開いたつま先狭めにして動かしてください。 OK です。今度は手を腰に当てて腰をいろんな方向に動かしてください。スタート。8の字を作ったり丸を描いたり反対に回してみたり前後に動かしたり、いろいろ動かすことで体幹の固まってる筋肉がね、動いてくれますので手を腰に当てるとね、よくわかると思います。腰の筋肉が右が柔くなったり左が柔くなったり、右が硬くなったり左が硬くなったりしてると思います。これでしっかりね、体幹リセットをすると姿勢の正しい位置が分かっていきます。好きなように動かしてください。これを毎日行うことで体幹部が安定してきます。そうすると前ももは細くなったり、お腹が出にくくなったり、姿勢が良くなったりします。 OK、 気になる部位が変わってきます。頑張ってやった方はコメントで教えてください。